こんにちは、フリーランスのシステムエンジニアゆうたです。今日はなんですけども、なんか商品レビューというか、なんというかなんですけど、それでサーフェイス GO をちょっといろいろ使おうと思ってですね、USB のハブを買ってきました。じゃん。はい、なんかエレコム製の、あのバスパワーのやつなんですけど、まあどれもバスパワーなのかなと思うんですけど、それちょっと買ってきたので、ちょっと使ってみたいなと思います。で、あれなんですよね、サーフェイスローってそのアダプタがですね、あれなんですよ、この USB Type-C のちょっとこれしかないんですね、これだけなので、ですね、まあ、Bluetooth の例えばキーボードマウスとかなら、つけられるんですけど、あの無線接続とかの USB Type A っていうんでしたっけ、普通のやつをつけることができないんですよね。はい、っていうので買ってみました。開けるとこんな感じです。はい、一応ね、口がね、1、2、3、4をついてるんですよね。はい。はい。で、これをちょっと使ってみたいなと思います。はい。はい、ちょっとつなげてみました。こんな感じですかね。こんな感じ。で、つなげていて、ここにとりあえずマウスの、ないですね。なんだっけ。あの、無線のコッコキーつけてます。とりあえず、レノボのシンクパッドのマウスをつけて使ってみると、まあ、とりあえず、ちゃんと動きますねってところです。ただですね、もうサーフェイス GO の、仕様といいますか、この構造上しょうがないんですけど、こうね、だいぶね、こう浮いちゃうんですよね。すごく不格好です。不格好ですよね。あの、サーフェイスのあの、なんだっけな、公式のドックだと、確かね、このね、タイプ C じゃなくて、ここのコネクタ部分につけるので、多分下の方にこうやって、なんていうの、入っていって、とても綺麗にくっつくのかなとか思うんですけど、タイプ C だとちょっと不格好かなと。こんなベラーンとしちゃってるので、という感じですね。はい。という感じです。まあ1600円とかなんで、そんなに求めてないというか、まあこれね、あれなんですね、サーフェイス GO あれなのでしょうがないので、はい、まあ、とりあえずこいつを使ってちょっといろいろ使っていこうかなと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。